キャッスル型小海艦はイギリス海軍が運用していた小海艦の艦級。1970年代、イギリス海軍は北海油田周辺海域をはじめとする排他的経済水域の警備を主目的としてアイランド型小海艦7隻を整備した。これらはしのげな未製には優れていたものの、北、大西洋で活動するには同様性能に難があった。 このことから、より長い戦隊によってこの問題を解決するとともに、多用途性を向上させた艦として計画されたのが、本型である。1回の紹介任務は21日間と、想定されていた。完備艦班は、飛行艦班ヘリコプター艦班とされており、シーキングヘリコプターの発着に対応できた。また必要であれば給油も行うことができた。航空燃料19.5トン。 燃料油清浄剤30トンを搭載できた。並走としては、マーク360口径 40mm 基銃を備えていたが、これは後に DS-30B75 口径 30mm 基銃に換装された。また戦時には 76mm 単装速射砲の搭載も考慮されていた。機雷戦にも対応でき。 かかりいそ海軍及び音響そ海軍による総海や、機雷の布設を行うこともできた。このほリ 50mm ロケット照明弾発射機2機の搭載も可能であった。また、戦争以外の軍事作戦にも配慮されており、消防のため防火監視モニターと放水砲2機を搭載する。また、海上治安活動や救難任務のため、海兵隊員25名が便乗できるほか、 英文 C レーダー複合艇2隻を搭載していた。1980年8月8日に2隻が発注されたが、実際にはすでに建造は開始されていた。フォークランド紛争においては通報艦として活動していたが、この際には補給物資の搭載などによって排水量は2000トン級となっていた。当初計画では、主として漁業保護船体において了解。 排他的経済水域の警備救難に用いるものとして計画されたが、フォークランド諸島の警備任務に充当されることも多かった。2000年代に入ってイギリス海軍を退役した後、2010年4月にバングラデシュに売却され、2011年3月に同国海軍で最終役した。ありがとうございます。